です今日は午後からこちらの桜セレブレーションの着物バージョンをレッスンすることになりまして、で、普段どんな感じで準備してるよーっていう風な形の普段の光景をお届けしたいなと思ってライブ配信しています。で、私はリビングのね、一部を使ってオンラインレッスンをしているので、普段はちっちゃいね、えっと折りたたみ机、 の上で、えっと、パステル道具とか、あとはテキストとかをね、準備してレッスンしてます。で、日本作品ですね。こちら、ね、仲間から、パステル仲間さんから教えていただいた、えっと、セリアさんのファイルの方を入れてます。で、こちらの方に日本作品とかをちょっと入れてます。 何パターンかちょっと突っ込んでます。で、えっ、ー、と、こんにちは、見ていただいてありがとうございます。普段こんな感じでレッスンしてます、という風な形のお届けしてます。で、えっ、ー、と、テキストと受講案内。こちらの方は、えっ、ー、と、ね、いずれにお送りさせていただいているので、こちらを,を見てください、という風な形の説明するために使ってます。で、型紙ですね。 こちらのモチーフね、結構たくさんリクエストいただいて、こう出させていただいているので、今までのね、型紙見本っていうのもね、撮ってます。こちらクリアファイル入れてます。で、これはちょっとパレットに使う予備用の紙と画用紙をちょっと準備しています。で、この上に実は、よいしょ。 よこしょよこしょ。見えるかなちょっとカメラ動いてすいません。こんな感じで、諸ガカメラを使ってます。で、こちら諸ガカメラじゃなくても普通のスマートフォンを固定でもね、いけるので、持ってない方はスマートフォンのスタンド、俯瞰撮影スタンドっていうのをね、ちょっとね、調べていただくと2、3000円でいろあるので、そちらを使っていただけたらいいなと思ってます。で、こちらの画用紙を写しながらレッスンしてます。 で、パステルにつきましては、実はちょっとね、この付けにい,いっぱい置けなくて、下の方に置いて削ったりとかしています。えーっと、こちらの方で、見本作品ちょっと置かせていただきますね。で、こちらで私書く作業をしているんですけど、実は書く作業をしているのと同時にやっていることが、よこいしょ。実は、後ろの方に見えるのがパソコンです。 パソコンで、やっぱり、ここで受講生様が書いている様子とか、自分の作品どう見えてるかっていう風な形のことをね、チェックしながら普段進めてます。あ、こんにちは。見ていただいてありがとうございます。普段ね、どんな感じでレッスンしているかっていうのを、今ね、ライブ配信でお届けしてます。午後からちょっとちょうどレッスンなのでね、こんにちは。見ていただいてありがとうございます。 で私はちょっとリビングの椅子で、室でこんな感じでレッスンしてます。で、今日はね、割と晴れてて明かりが入ってくるので、普段は、うん、そこまでやっていないんですけど、どうしてもね、えっ、ー、と、雨とか曇りとかで光が入らない時があるので、私はよっいしよ、よくこうし卓上ライト。<laughs> 見えるかな卓上ライトを使ってあげてあた、明かりを足してレッスンしてます。 こんな感じでね、明かりを足すと、どこよこいしょ。くるっと見,見えると、よいしょ。ちょっとだけね、ズームの画面も明るくできるので、明かりを足しながら普段レッスンしています。普段ね、こんな感じで私はオンラインレッスンをしてますっていう風うな形のです、ね。そんなに特別なことは多分やってないはず。<laughs> こんな感じです。 これからね、型紙作りとかちょっと準備して午後からのレッスンに備えていきたいと思います。普段こんな感じでレッスンお届けしてますよっていうふうなお話でした。ライブ配信見ていただいてありがとうございます。それでは、失礼します。